な。え？あ、車間用行こうか。というわけで今日ちょっと実家に帰ってます。ちょっとね、すげえ暑かった、予想以上に。バスがね、家の近くから出てて、初めてちょっと今日はね、バスで帰ってみました。はい、新飯塚駅です。最寄り駅じゃないんだけど、まあ近かったね。家にも近いし、よかった。というわけでちょっとね、実家にお土産を堺屋で買っていこうかな。チーズまんじゅう、堺屋さんのチーズまんじゅうですね。いただきます。はい、あ、マイクつけてないや、マイクか。ピント合わせます。これが我が家のペットボスです。みーちゃま、みーちゃん、もうね、何年、15年、お気に入りになりますね。あー、もうなんかこそこそなっちゃって、喧嘩の勲章がいっぱいいっぱいある、喧嘩したらね。すごいね、みーちゃん。あー、細くなってるな、やっぱり15年以上いってるかも。はい、ベタボリしてる。ねえねえみーちゃん。ね、実家帰ってきて、実は家の近くにね、コストコがある。近くでもないか、ちょっと車で移動したらコストコがあるんで、久山の。なんでちょっとお昼ご飯食べたらコストコに行こうかなと思ってます。うっそい。